です。ジャパン対ロサンゼルス、この一戦をお送りいたします。ジャパンの先発は右の佐々木、ロサンゼルスの先発は右のタイラー、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の佐々木、マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターはメッツ背番号50。第9投げた、打ちました。中村、落下点に入った、ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の大谷。第9投げた、低め、直球は外れてボール。投げた、打った、岡本ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第9投げた、高め、外れてボール。第2球投げた、打ちました。山田、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。佐々木、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。右のタイラー、マウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、ジャパン攻撃に入ります。先頭バッターはタッチ、変化球ストライク、高め。第2球投げました、ボール。投球は3球目、投げました、打った、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。第4球を投げました、低め、ボール。投げました、161キロ直球、空振り三振。バッターは2番近藤。第9投げました、アウトコースいっぱい、ストライク。第2球投げた、見送ってボール。第3球ボール。投げた、打った、ラッセ取った、アウト。近藤、いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。第9初球空振り、いきなり157キロ。第2球投げた、打ちました、ファールボール。第3球を投げた、一つ外してボール。第4球はボール。投球これから5球目、縦のカーブ、空振り三振。低めの変化球にやられました。タイラー、今日は上々の立ち上がりです。2回の表、ロサンゼルス攻撃に入ります。トップバッターはスミス、初球打ち引っ張った、切れていきます、ファール。ジャパン、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。スミス、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。投げました、ストレートはボール。第2球投げました、決まった、ストライク。投球は3球目、投げました、外れた、ボール。次は4球目、投げました、変化球、アウトコースへ外れてボール。第5球投げました、打ちました、山田、ボールを取る、アウト。ジャパン、先制のピンチを迎えます。バッターは6番エルナンデス。緊迫した場面が続きます。初球を打った、右中間へのフライですが、掴みました、中継、ショートから三塁送球。ジャパン、なおもピンチが続きます。右バッターボックスは7番アンディ、ボール。まずは内角高め、投げた、ストライク、変化球にキレがあります。第3球低め、フォークは外れてボール。
第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、三遊間へのゴロ、ロサンゼルス1点先制、1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。左バッターボックスは8番ラッセル、第9球投げた、初球から打ってった、内野ゴロ、源田掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって1対0、ジャパン先制点を奪われています。2回の裏、1点を追いかけます。ジャパン攻撃に入ります。先頭バッターは吉田、1球目ストレート空振り、いきなり160キロ。さあ次の投球、投げた、ストライク、伸びのあるストレート、第3球打った、抜けた、吉田ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。背番号55、第9球投げた、打ちました、初球打ち、レフト前進、取りました、中継、ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。第9球投げました、高め外れてボール、第2球打った、左中間へのフライですが掴みました、中継、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9球投げました、初球決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げました、ストレートはボール、アウト構成、第3球を投げました、直球空振り、伸びのあるストレート、次が4球目、投げました、インロー際どい球、ボール、第5球投げた、おーっと当ててしまった、山田どうやら痛みを訴えたため現在ベンチで治療を受けているようです。今治療を終えてベンチから出てきました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは源田、大きな声援が届いています。第9球初球打ち、破った、2塁ランナー3塁回ってホームに突っ込む、源田タイムリー、ジャパンなおもチャンスが続きます。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。さあ勝ち越しのチャンスにバッター中村、背番号27、第9球投げた、初球空振り、いきなり156キロ、第2球打ちました、ファール、第3球をランナースタートを切った、三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2回が終了しまして1対1、ジャパンこの回1点返して同点としています。ロサンゼルス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番ジェームズ、投げた、高めストライク、まずは入れてきました、第2球投げた、高め外れてボール、投球は3球目投げた、3球目空振り、第4球は打った、これは強烈、いった、直撃、ソロホームラン、白球は無情にもライトスタンドへ、ジェームズ一振りで勝ち越し、チームメートが迎えます。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。打順はトップに帰ってメッツ、第1打席はファールフライに倒れています。第9球打ちました、ファールボール、ジャパンここは引っ張りに警戒します、ボール、第3球を投げました、ボール、インローへ、第4球を投げました、アウトコース低め空振り、次が5球目投げました、打った、これは強烈、打球はそのまま伸びていく、レフト見上げた、ホームラン、ソロホームラン、2者連続ホームラン、3対1、ロサンゼルスリードを2点に広げます。素晴らしい一発をベンチも祝福。
リプレイをご覧ください。バッターは指名打者大谷。最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。第9球フォーク決まってストライク。まずは決めてきました。第2球ボール。第3球を投げました。スライダー見送ってストライク。追い込んでいます。次は4球目投げました。打った。さあ投球は5球目。投げた。打ちました。痛烈。いった。入った。入った。ホームラン。ソロホームラン。これで3者連続ホームラン。佐々木屈辱の3連発を食らいました。さあチームメイトからも祝福を受けます。先ほどのプレーです。バッターは3番フレディ。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9球初球を打ちました。右中間へ持っていきましたがヒット。バッターランナー一塁原発蹴って二塁へ。フレディツーベースヒットを放ちました。バッターは4番スミス。佐々木ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。投げた。ストライク。インコース厳しいところ。第2球投げた。ちょっと抜けました。第3球を投げた。インサイド見送ってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。次は4球目投げた。外角低めボール。投げました。打ちました。ファール。第6球を投げました。変化球空振り三振。高めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げました。ストライク。第2球内角低めボール。第3球を投げました。見送ってボール。第4球を投げました。打ちました。源田ボールを掴んだ。タッチアウト。ツーアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって4対1。佐々木この回さらに3点を失いました。ジャパンこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターはタッチ。打ちました。第2球投げた。ボール。第3球は3球目ストライク。伸びのあるストレート。第4球を投げた。ボール。次は5球目インコース。ストレートは外れてボール。第6球を投げた。打ちました。三遊間の打球破ってった。タッチ。いいバッティングを見せました。バッターは2番近藤。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球一塁ランナー走った。打ちました。ヒットエンドラン取りました。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。まずは一塁牽制。タッチセーフ。投げた。高速スライダーボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球投げた。ストレートはボール。第3球低め直球は外れてボール。投げました。スライダー見送ってフォアボール。ストレートのフォアボール。第1球投げました。外れたボール。第2球投げました。アウトコース低めストライク。第3球を投げました。打った。ファーストの左ゲッツーコースター。一塁はアウト。ジャパンなおもチャンスが続いています。さあなんとか追い上げたい場面でバッター村上。第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げました。あっと引っ掛けた。フレディ余裕があります。取ってこれで3アウトチェンジ。さあリプレイです。
ジャパン、ランナー二塁三塁残塁。3回の裏が終わりまして4対1です。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターはエルナンデス。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球ボール、インコース高め。投球は3球目、投げた、ストレートはボール高め、投げた、ボール。さあ5球目、空振り。第6球を投げた、外角、見逃し三振。バッターは7番アンディ。第1球投げた、スライダー決まってストライク。さあ次の投球、投げた、打ちました。第3球を投げました、低めボール。第4球は打ちました、投げました、変化球、空振り三振。2者連続三振。バッターは8番ラッセル。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球投げました、ボール、インコース低め。第3球を投げました、3球目空振り、追い込んでいます。投球これから4球目、ボール。第5球投げました、打った、1、2塁間の打球破った、ラッセル、ナイスバッティングです。バッターは9番ジェームズ。第1球初球打った、吉田、落下点に入った、取りました。これで3アウト。一塁ランナーラッセル残塁に終わりました。4回の表が終わって4対1です。4回の裏、ジャパン攻撃に入ります。先頭バッターは岡本。第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げた、見送ってボール。投球は3球目、投げた、打ちました。第4球を投げた、ストレート空振り、伸びのあるストレート。第5球投げた、打ちました、痛烈、伸びた、伸びていった、ライトを見上げた、ホームラン、ソロホームラン、ライトスタンドへ突き刺さった。ジャパン点差を縮めていきます。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは7番山田。第1球高め際どいボール。さあ次の投球、投げた、ボール。第3球を投げました、インコース空振り。ロサンゼルス、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第4球を投げました、高速スライダー見送ってストライク。第5球投げました、見逃し三振。左バッターボックスは8番源田。第1球投げました、初球空振り。さあ次の投球、投げました、高速スライダーボール。第3球を投げた、打ちました、切れていきます、ファール。追い込んで投げた、161キロ直球、空振り三振。バットが空を切りました。投げた、初球縦のカーブは空振り。第2球投げた、これも空振り。追い込んでから投げた、ボール。次が4球目、投げました、外、ボール。第5球投げました、アウトコース高め、外れてボール。投げました、内角高めいっぱい、見逃し三振。リプレイをご覧ください。
4回までが終了しまして4対2ジャパン、この回1点を返しました。ロサンゼルス、この回1番からの高打順になります。先頭バッターはベッツ、第9投げました、ストライク。ジャパン、ここは引っ張りに警戒します。第2球投げました、打った、第3球を投げた、打ちました。第4球を投げた、ボール。投げた、ボール。投げた、打ちました。ジャパン、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。打った、第8球を投げた、インコース引っ張った、ベッツ粘ります。第9球は打ちました、打球はセカンドの左、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の大谷。第9、第2球、空振り。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げました、まっすぐ空振り。第5球投げました、ボール。第6球は打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、入った、ソロホームラン。大谷、これで2打席連続のホームラン。ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。左バッターボックスにはフレディ、これが3度目のバッターボックス。第9投げました、初球空振り、キレのある変化球。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、ストレートはボール。投球これから4球目、打ちました、いい当たり、左中間へ持っていきましたがヒットになります。フレディ一気に二塁へ。フレディ、いいバッティングを見せました。佐々木、降板、右の伊藤、今日2番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。バッターは4番スミス、今日3打席目、投げた、打ちました、ファールボール。ジャパン、ここは引っ張りに警戒します。投球はこれから3球目、ストライク。次が4球目、投げた、打った、ファースト左へのゴロ、伊藤取ってアウト。ジャパン、なおもピンチが続きます。第9投げた、打ちました、引っ掛けた、ファースト左横のフライになりました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって5対2、ロサンゼルスリードを3点としています。ジャパン、この回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターはタッチ。第2球流し打ち、どうだ、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファール、外れた、ボール。第4球を投げた、見送ってボール。第5球投げた、変化球、空振り三振、4連続三振になりました。さあリプレイです。バッターは2番近藤、今日はセカンドゴロとレフトライナー、投げました、ストライク。第2球投げました、打った、平取った、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは指名打者マーキー、今日は三振とフォアボール。投げました、ボール。第2球投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、打った、いい当たりだ、
右中間へのフライ。ワンバウンドヒットになった。打ったバッターは二塁へ向かった。牧ツーベース、初安打。バッターは4番吉田。これが3度目のバッターボックス。第9球投げた。初球空振り。いきなり158キロ。第2球投げた。ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。内角高め、ストレートは外れてボール。第4球を投げた。引っ張った。入るか入るか。フェンス直撃。ジャパン点差を2点に縮めました。吉田タイムリーツーベースヒット。ジャパンなおもチャンスが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。平良降板。ここでマウンドに上がったのはダニエル。今日2人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9球投げた。初球空振り。いきなり156キロ。第2球投げました。膝元外れてボール。投球は3球目投げました。ボール。第4球を投げました。高めいっぱい、ストライク。次は5球目打ちました。投げました。外れた。ボール。さあ7球目打った。ジェームズ余裕があります。掴んでこれで3アウトになります。リプレイをご覧ください。前半が終わりまして5対3、ジャパンこの回1点を返しています。ゲームは後半に入ります。この回のトップバッターはエルナンデス。今日はセンターフライと三振。初球空振り。第2球投げました。ボール。投球は3球目投げた。3球目空振り。追い込んで投げた。見逃しの三振。右バッターボックスは7番アンディ。第9球決まってストライク。第2球投げた。アウトコース、スライダーは外れてボール。第3球を投げた。空振り。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。追い込んでから投げた。打ちました。ファール。次は5球目投げました。インコース高め、見逃し三振。第9球投げました。見送ってボール。投げました。ボール。第3球を投げました。スライダー空振り。第4球はインロー際どい球。ボール。次が5球目投げました。打ちました。岡本バックしていった。これはサード間に合いません。ファールボール。投げた。打った。破っていった。ラッセル、いいバッティングを見せました。バッターは9番ジェームズ。今日3打席目投げた。スプリットはボール。第2球投げた。打ちました。投球はこれから3球目決まってストライク。第4球を投げた。スライダーはボール。外角へ。第5球投げた。ボール。第6球をランナースタート。ストレート外れてフォアボール。バッターはトップに帰ってベッツ。今日はホームランを打っています。第9球投げました。直球ストライク低め。第2球投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。源田ボールを取る。ショートから一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。2者残塁。6回の表が終わって5対3です。6
6回の裏、ジャパン攻撃に入ります。先頭バッターは岡本。第9球、直球ストライク、高め、いきなり156キロ。1球目空振りから、第2球ボール。第3球を投げました、打ちました、ファールボール。第4球を投げました、スライダー、空振り三振。バッターは7番山田、今日はデッドボールと三振。第1球投げました、1球目ストレート空振り、いきなり155キロ。初球空振りから、第2球見送ってボール。投げた、ストライク。第4球はボール。第5球投げた、サークルチェンジャーボール。投球はこれから6球目、変化球、空振り三振、2者連続三振になりました。左バッターボックスは8番源田。第9球投げた、スライダーボール。第2球投げた、直球ストライク、アウトコースへ。第3球を投げた、決まった、ストライク。バッター追い込まれました。追い込んで投げました、打った、ブレディ掴んだ、ダニエル取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ジャパンわずか3人で攻撃が終わりました。中盤まで終了しまして5対3です。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは DH の大谷、今日2打点を挙げています。第9球投げました、初球外れてボール。第2球投げました、ボール。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げました、アウトロー空振り。投げました、打った、源田ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。大谷いい当たりでしたが、ショート正面でした。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスはフレディ、今日はここまで3打数2安打。初球見送ってストライク。第2球投げた、スプリットはボール。投球は3球目、投げた、スプリット見送ってストライク。追い込んでから、第4球を投げた、ストレートはボール。第5球投げた、打ちました、1、2塁間のゴロ、山田取った、1塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番スミス、今日はここまで3打数1安打、1三振、投げた、スローカーブはストライク。第2球投げました、ボール。投球は3球目、投げました、打ちました、ファール。第4球を投げました、149キロ、直球、空振り三振、三振に仕留めました。伊藤、最後は見逃し三振に仕留めました。7回の表が終わって5対3です。7回の裏、ジャパンラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは中村、ここまで2打席連続三振。第2球投げました、2球目空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げました、ボール。第4球を投げた、打ちました、左中間のフライ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰ってタッチ。第9球初球から打ってった、三遊間の当たり、あっと抜けた、タッチ、ナイスバッティングです。これで今日は4打数の2安打。第9球投げた、変化球ストライク、アウトローへ。1球目空振りから、第2球打った、引っ張った、ジャンピングキャッチ、ファインプレー。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。先ほどのプレーです。バッターは DH のマーキー。第9球高め決まってストライク、いきなり156キロ。1球目ストライクから、第2球引っ張った、ファールボール。1塁牽制球を送ります、1塁タッチセーフ。
投げた。打った。これはいい当たりだ。入れば同点だ。打球はそのまま伸びていく。一塁ランナー二塁三塁も回る。ジャパン1点返しました。タッチはセーフ。三塁はセーフ。さあリプレイです。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。第9インコース低めいっぱいストライク。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。見送ってストライク。投球これから4球目。おっとデッドボール。バッターは5番村上。ひときわ大きな声援が聞こえます。第1球初球流し打ち。スタンドに入りました。ファール。第2球ボール。投球は3球目投げました。空振り。第4球を投げました。打った。ベッツ交代。落下点に入った。取ってこれで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ダニエルやりました。ロサンゼルスこのまま流れをものにしたい。気迫が伝わってまいります。伊藤降板。マウンド上は宮城。今日3番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9投げました。初球空振り。投球これから2球目打った。ファール。第3球を投げました。外れた。ボール。次が4球目投げました。見送ってボール。第5球投げた。ボール。ジャパンここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第6球を投げた。打ちました。源田ボールを取る。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは6番エルナンデス。ここまで2打席連続三振。ボール。投球これから2球目ボール。アウトコース低め。投球は3球目投げた。ボール。第4球はおっと打ちました。源田掴んだ。一塁送球。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは7番アンディ。ここまで2打席連続三振。投げた。スラーブはボール。まずアウトコース低め。第2球投げた。インロー。ストレートは外れてボール。第3球はボール。第4球を投げました。あっと打ちました。岡本アウト。スリーアウトチェンジ。宮城3人でピシャリと抑えています。8回の表が終わって5対4です。ダニエ降板。マウンド上ピッチャーはブレイ。今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9投げました。打ちました。第2球投げました。ボール。第3球打った。引っ張った。スタンドに入りました。ファール。第4球を投げました。打ちました。ベッツ交代。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは山田。ここまで2打席連続三振。第1球投げました。ボール。第2球投げた。打ちました。第3球を投げた。外れた。ボール。
投げた、スライダーはストライク、低め、空振り三振、低めの変化球にやられました。バッターは8番源田、これが4度目のバッターボックス。初球打ち流した、ファール。第2球投げた、決まった、ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました、アウトロー、変化球は外れてボール。第4球を投げました、インロー際どい球、ボール。第5球投げました、三振。最後はキレのある変化球。ジャパン最後の打者は見逃し三振に打ち取られました。宮城降板、マウンドに上がったのは高橋。さあいよいよ最終回、この回の先頭バッターはラッセル。投げました、低め、直球は外れてボール。さあ次の投球投げました、ボール。第3球を投げた、打った、次が4球目、投げた、ストライク。第5球投げた、サークルチェンジはボール。次の球がラストボール、投げた、内角ボール球打った、村上取った、一塁へ送る、高橋取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。初球スローカーブ、空振り、スローカーブに全くタイミング合いません。第2球投げた、打ちました、ファールボール。追い込んでいる第3球を投げました、見送ってボール。第4球は打ちました、源田ボールを取る、アウト。ジェームズいい当たりでしたが、ショート正面でした。これでツーアウト、ランナーありません。打順はトップに帰ってメッツ、今日はホームランを打っています。投げました、直球決まってストライク。ジャパンここは引っ張りに警戒します。初球空振りから投げました、打った、第3球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。第4球を投げました、打ちました、ファール。第5球投げた、スライダー、ボール。投げた、打った、痛烈な当たり、取りました、これで3アウト。高橋この回シャッと3人で抑えています。ブレイク、降板、そして最後を締めるのはフィリップス。ジャパンこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番中村、今日はここまで3打数ノーヒット、2三振。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、ストレートはボール、外へ。さあ4球目決まってストライク。第5球投げた、空振り三振、バッターアウト。最後は153キロストレート。バッターはトップに帰ってタッチ、今日はここまで4打数2安打2三振。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、インコース低め、空振り。第4球を投げました、見送ってストライク。追い込んでから第5球投げました、カットボールはボール。投げました、打ちました、マックス掴んだ、一塁送球、アウトです、一塁はアウト。ここは意地を見せてほしい。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは2番近藤。ジャパン最後のバッターになるのか。初球流し打ち、切れていきます、ファール。第2球見送ってボール。第3球を投げた、低めのボール引っ掛けた、ファースト右横のフライになりました。
一塁キャンパスの手前、取りました。ゲームセット。ジャパン1点差に届かず敗れました。